これなんですけど、これ耳栓、イヤープラグですね。こうやってこのね、耳栓がすごく良くて、これサウンドハウスっていう音響のね、音響の、スピーカーとかそういうものを専門で売ってる、ネットでね売ってる、そういうお店があるんですけれども、そのサウンドハウスにあるもので、イヤープラグって なんて名前だろう、ティモティック、なんかこんなやつですよ、こんなやつで、これ何がすごいかって、もともとね、このキノコみたいのがね、1段、2段、3段ってもう1個あったんです。で、耳が小さい人はそれでいいんですけど、そのちっちゃい山をチョキンって切って2段にして、耳のサイズに合わせてね、なので大中小の耳に対応できるんですけど、これ何がいいかっていうと、結構ね、自然に音が小さくなる。イヤープラグしてるんだけど会話できるんですよ。高音域っていうか、中音とか低音のこもったあたりのところがカットされるので、会話がね普通にできたり、それから、僕はこれよくね使うんですね。何に使うかというと、経内教室でも音が大きくなってくると、よく聞き疲れしちゃうんです、一日聞いてるとね。なので時々こういうので少し耳を休めてあげたり、あとは音がね響くところで、飽和しているようなところで音を聞くと、その人の音がいいか悪いか分かんないんですけど、これをピッてこうはめてあげると、その高音域のね、ちゃんと口の中ができてるかできてないかっていう大事なところを判断するところは、このプラグ抜けてくるので、よくね音を判断しやすかったりするので、これつけたり、レッスン中もつけたり外したりしてます。それからもう一つは、これね演奏の現場で結構あるんですけど、お祭りとかステージで人がこう入れ替わって、どんどんね人が違う設定にしなきゃいけないんだけど、そういう時間がなくて、自分が吹いてるケーナの音色がね、こう 下に置いてある自分に返ってくるモニタースピーカーっていうね、モニタリングするためのスピーカーに返ってくる音がねすごく大きかったりすることがあるんですね。でちょっと小さい時は大きくしてくださいって言うんですけど、どのぐらい大きくするかってその感覚だから、ちょっとパンって上げるとボンって大きく出ちゃったりするんですね。そうすると耳がすごく痛くなるし、伴奏が大きすぎて吹けないとかなったりするので、なのでですね、しかもそれです。細かく設定する時間がない時とかね、なので、ちょっと大きめに出しておいてもらって、自分でうるさかったらこの耳栓をして吹いちゃうっていう、そういう、ことにも使えたりします。で、この耳栓ですね、普段練習するときも意外とね、なんか練習にも使えたりして、人にね聞こえちゃうなと思って吹くと遠慮するじゃないですか。でもこの耳栓すると自分に聞こえてくる音が小さくなるんですよ。そうするとね、安心して大きい音出せるんですね。そう、だから周りの人に対しては全く意味がないんですけど、自分に対してその気持ちよく演奏するとか練習するのにはこの耳栓意外と良かったりします。でこれね、ちなみにこれ2つ入ってまして、1500円くらいします。だけどすごくね性能がいいので、バランスがいい耳栓なので、これはねなんかおすすめで、何か静かに仕事したい時とかこれピッてすると本当に無音まではいかないんですけど静かになりますし、一応そんなね、話してみました。そうなんです。これでもね、これ耳栓して軽な吹くとタンギングがねすごくうるさい、もう自分の骨に響いてるのがよくわかるので、最初慣れるまではあまりね気持ちよく吹けないと思うんですけども、一度慣れちゃうと力いっぱい吹くことができたりして、それを耳栓外した時に吹くと、あ、こんな軽なって音出てたんだって思うぐらいね、なんか気持ちよく吹けたりするので、そんな耳栓の話してみました。でね、今日はねまたケーナ講座ミニの話ですね、また前置きちょっと長くなりましたが行ってみたいと思います。改めましてケーナ奏者のレンです。今日はですね、難しい指使いに
対応できないとき、どういうふうに練習したらいいかとか、なんで指が動かないのかっていう、そういうお話をしてみようと思います。例えばですよ、まあ多分みんなもうできると思うんですけども、ドミソって、これドミソができない人、なんでドミソができないかっていうと、まあ単純にですね、経験不足っていうことですね。指がドミソって動く経験をしたことがないので、それが早素早く動かせないっていう、まあ、だからドミソはすごく簡単すぎますけど、ドミソファレシとかこういう難しい指使いになった時に、しかもリズムがタンタタンタッタッタみたいな風になったりしたら、どういう風に練習したらいいかですよね。その普段やったことないような指使いを素早く動かす、それはですね、もう指に覚えさせる、指に経験させる、指というか実際は脳ですけれども、そこに経験させるしかなくて、それに近い動きで覚えていく、もしくはちょっとずつ分解していく。ドミソは、まあ、できるな。次ドミソの後にファに降りられないっていう時は、ソとファを、ソファソファだけを練習する。でリズムはもう全然考えないで、まず指にどういう順番で指が動くのかっていうのを覚えさせる。でそれができたらちょっとつなげてみて、ドミソファ、もう一回ドミソファ、できるな、ちょっとスピード上げてみよう、ドミソファ、あ、これならできる。そして今度はファーレーシ、ファーレーシっていきたいんだから、ファとレ、ファーレー、ファーレーの指をまず覚える、経験させるっていうところですね。そしてファーレーができたらドミソファーレー、あ、つながった。ドミソファーレーも実は難しいな、ここまで長くするとっていう風な感じで、どん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 ちょっとずつ伸ばしていく。でドミソファレまでいったらレーシー、レーシー、レーシーはできるけど、ファレーシーだと難しいな、ファレーシー、ファレーシー、これだけを何回も繰り返して、まずゆっくりリズム度外してドミソファレーシーってこう動くようになったら、スピード上げてドミソファレーシーで、これにリズムを加えてタンタタン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 みたいなのを加えていくって、こんな風に練習をしていくと、ちょっと難しいフレーズでも時間をかければ指が動くようになります。ちなみに僕が難しい曲を練習してできるようになんなきゃってなった場合は、まあ、3日くらい使って練習します。2日でやってしまう時もあるんですけど、その場合は同じフレーズをやっぱりね、2、3時間ずっと指に覚えさせなきゃいけなかったりするんですけども、意外とそれね、ちょっと練習して寝て、あ、寝るのが大事ですよ。脳に一回ねこう焼き付けるっていうんですかね。でもう一回練習して寝てって、それを 3、4日やると大体指でこうサササって動くようになりますので、まあ、そんな感じでね練習してあげるといいかなと思います。とにかく難しい指使いが動かないっていうのは、今まで指がその動きを経験したことがないっていうことなので、そうやって経験をさせてあげればいいんですね。結構ね、意外と指って覚えますから、まあ、器用な人は、もともと指がね、なんか自由に動いたりするっていうんであれば、なんかそんなことしなくても他の人よりも短い時間でできるようになったりしますけど、それっていうのはもともと指がいろんな動きに対応できるように経験をしているので、なのであんまりね、もともと指動かさない人間だったらば、動かす練習、指のこう順番を変えて動かす練習っていうのはすごく大事になってくるかなと思います。まあ、そのために基礎練習っていう、例えばドレミファソファミレ、ドレミファソラソファミレとか、そういう基礎練習っていうのがあるので、当てもなく基礎練習をするのもいいんですけど、今使いたい指使いの基礎練習を重点的に、その曲のために目的を持って練習してあげるっていうのは、かなり上達早いんじゃないかなと思います。だけど突然言われたのを急にできなきゃいけないっていうスキルを持たなきゃいけないなら、常にいろんな基礎練習を体得しているっていうことは必要かななんては思いますけどね。そんなお話をしてみました。でね、これ意外とね、難しい指使いってあるんですよ。ドレミファソラシドドシラソファミレド、これね、一個一個指を開けるのって意外と難しいんですよ。なのでそれもね、練習をちゃんとしてあげないと、一個一個開けてるつもりが2つポポって開いちゃったりとかねしますので、そういうのはね、早く吹いた時に分かりますし、ゆっくり吹いてもゆっくり指を動かしても意外とできなかったりするので、それはね、練習です。はい、ということで今日は指が複雑な運指が
なかなかできない時の対処の仕方とその原因ですね、どういうふうに対処していったらいいかっていう、そんなお話をしてみました。まあ、これはね、ケーナに限らずね、いろんな楽器とかいろんなこうスポーツでもそうかとは思うんですけれども、はい、まあね、脳みそをうまく使って、ケーナを吹いてあげるといいと思います。ということで、今日のお話良かったと思っていただけましたら、また高評価とかいただけたらと思います。今日もですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。